まだ寝ないの？私のことを考えてる。そうやね。空の律者が覚醒したことによって世界は大崩壊に陥りました。たった4ヶ月の間に生き延びた人々は安全な場所を求め逃亡を余儀なくされました。研究士人類が神州に築いた科学都市は人々の避難所となりました。2週間前、ここで空の律者の姿が確認され、律者の行方を求めて天命とネゲントロピーは同じ時に行動を始めたのです。信頼していただきありがとうございます。大司教様、天球市に到着しました。次のご指示をどうぞ。2週間前、天球市で崩壊エネルギーの漏洩事件が起きた。その後監視カメラの記録を調べた者が空の律者の痕跡を見つけたそうだ。君の任務は空の律者の行方を突き止めることだ。かしこまりました。しかしカメラの記録は2週間前のものです。空の律者はすでにこの都市を離れたかと。この情報を追い続ける価値はあるのでしょうか。写真をアップロードしたのは天球史の情報屋、通称ハイヘビだ。ハイヘビはこの都市のネット上の情報を全て監視できる特殊な技術を持っていてね。その中から価値のある情報を選別して売っているのだよ。写真を公開したのは、暗に空の律者の行方を知っていると、買い手に伝えているのだ。かしこまりました。最新情報によれば、天球市で極東支部の裏切り者たちの姿が確認されたそうです。テレサ様に危険を知らせるほどの情報であれば、確かに予想よりもはるかに、信憑性が高い情報だと判断できます。どうやら今回の人探しは一筋縄ではいかないようだ。逃亡中にもかかわらず空の律者の行方を追うだけの力が残っているのは、ネゲントロピーが後ろで情報の提供をしているからでしょう。彼女たちを追えば手がかりが見つかるかもしれません。任務に必要な情報はすべて渡した。臨機応変に動くことだ。どんな手を講じても、テレサより先に情報を手に入れるように。かしこまりました。外の世界が崩壊に踏みにじられているのに、この都市は栄え、安全で、まるで災難がなかったかのようです。ここの人々には想像できないでしょうね。大崩壊の元凶がすぐそばにいるなんて。極東支部の裏切り者たちもここにいますが、あちらは見えない場所にいる上、ネゲントロピーの協力があります。招かれざる起きた。ご心配いただきありがとうございます。招かれざる。
目標が姿を現れ、今こそ風を起こした。かしこまりんた。はっ、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 風を起こすときに準備が完了しました。出てきたらどうだ。ハイヘビさん、こんばんは。どなたかをお待ちですか。私の護衛は君が一人で全て倒したのだ。すみません、ちょっとした習慣でして。話し合いの場を少しきれいにするためです。しかし余計なことをしたようですね。埋め合わせとしてお仕事を提供します。報酬はたっぷり弾ませていただきますよ。それを受ける以外の選択肢はないみたいだね。あなたが2週間前にアップロードした監視カメラの写真にある女の子が写っていました。それが誰なのか、そして彼女の価値を知っているから公開されたのでしょう。彼女の行方を教えてください。私にはどんなメリットがあるのか。あなたは強大な同盟者を得られます。そしてここから安全に離れられます。すでに強力な盟友がいるが、友達は多くても困らない。ただ最初から殺すと脅迫するのは誠意が感じられないね。それに賢明に同等の立場の盟友を作る気なんてあるのかね。私が誰なのかをご存知なのですね。それならなおさら断る理由はないかと。知っていると。そして断る理由もある。自分の情報の報酬が自分の命に、小道徳に反すると思わないか。どうやら命の尊さをご存じないようですね。軽く見られたものだ。あ、命もまた取引ではあるが、私のような人間にとって死もまた次の取引の始まりだよ。ヘビは死に屈しない生き物だよ。情報屋というよりも主人らしいですね。手を下すのが少し忍びないですが、申し訳ありません。任務ですの。君は一つミスを犯した。今、君も蛇の目の中に入ったよ。蛇？死もまた次の取引の始まり。確かにそうですね、ハイヘビさん。この取引、受けていただきますよ。戦場のお掃除を終えました。次のご指示をどうぞ。そろそろ休んで。あたくしの出番よ。
学園長、研究室に入りました。追跡や監視されている痕跡はありません。わかったわ。引き続きアインシュタインと連絡を保ってちょうだい。はい。メイは警戒をお願い。はい。それじゃあさっさと嫌な蛇を見つけて取引を終わらせるわよ。今時ね。おそらく信号の盗聴を防ぐためだと思われます。そうね、それだけ重要な情報ってことよね。ここが天球市。想像よりもはるかに巨大な都市ですね。こんなに栄えた都市は大崩壊以前でも珍しいです。そうね、増え続ける崩壊獣に抵抗するため人々は故郷を捨て世界各地の大型都市に移るしかなかった。人々を守れるだけの力は大都市にしかないからね。技術と資源が集まるにつれ町もどんどん大きくなっていき巨大都市となったのよ。本当に大きいわ。キアナちゃん、必ずあなたを見つけるわ。情報屋は信用できない奴ばかりだから、取引にはリスクが伴うけれど、本部から逃げ出してから、これが唯一見つかったキアナの手がかりなの。どんなに危険でも、試すわよ。学園長。到着しました。静かすぎる。様子がおかしいわ。みんな警戒を怠らないで。どこもかしこも機械の残骸だらけ。ついさっきまで戦いがあったようですね。ハイド&シーク。やっはっ。やっ早く。どういうこと？ハイヘビは死んだの？警報 D2814 市街区域で事件発生。直ちに暴力行為をやめ、武器を下ろして両手を上げなさい。暴力行為をやめなさい？今から始めるのよ。警報をハックして止めました。これで安全になったはずです。急いでハイペリオンに戻りましょう。待ってください。この殺人は偶然ではないはずです。ブローニャにハイヘビの遺体を調べさせてください。犯人は一撃で仕留めています。プロの仕業です。金目のものは取ってないようですが、携帯やパソコンなどの電子機器がなくなっています。ハイヘビは生前何度か改造手術を受けており、装置を多く移植しています。犯人はそういった装置を持ち去っています。バイオニックアイやマイクロチップがなくなっています。犯人はハイヘビから情報を得ようとしたみたいです。ハイヘビを殺した犯人は認証用バイオリックを持ち去っています。バイオリックアイなどがそうです。情報の入った機器を買い、それじゃあ私たちは無駄足だったの？どちらとも言えません。ハイヘビの手首の内側にあるバイオチップは残っています。
これは権限の識別に使われるものです。犯人は自分が重要なものを現場に忘れたとは夢にも思ってないでしょうね。学園長、重要な情報ならバックアップしているはずです。このチップがあればハイヘビのテリトリーに入り情報を見つけられます。ダメよ、ハイヘビはただの情報屋だけれど天球師でむやみに彼に手を出せる人もいないわ。人目もはばからずに殺害したことから見て天命が介入した可能性があるわ。この都市にとどまればとどまるほど危険が増すわ。ブローニャは操られ自分を亡くした時の感覚を知っています。キアナも今同じ苦痛を強いられているのです。ブローニャは何としてもキアナを助け出したいです。分かったわ。この先状況が変わればすぐに引くわよ。信頼していただきありがとうございます。大主教様、ご指示の通りにハイヘビさんに接触しました。ですが相手は手がかりの提供を拒否しました。ならば用済みだ。後始末はしました。一つだけ気になること、ハイヘビさんは死ぬ直前に変なことを言っていました。今、君もヘビの目の中に入った。ハイヘビはヨルムンガンドが天球師に置いた代理人だ。まさか、偽情報ですか？混乱させるための餌だったのでしょうか？ヨルムンガンドのことは僕が処理する。君が気にする必要はない。情報の真偽はともかく、ハイヘビが死ぬことで手がかりが途絶え、テレサはさらに警戒を深めたはずだ。手詰まりになったが用意はあるんだろうね。はい、大主教様、これこそが私の欲しかった結果です。ハイヘビさんが持っていた電子機器は全て彼の体内のバイオリックの認証がなければ起動できません。一つずつ試す時間もなければ強制解除できる手立てもありません。ですのでひとまずはバイオリックと電子機器を持ち去ることで裏切り者たちが死体から情報を得る可能性を断ちました。空の律者の行方の手がかりですが、これだけ重要な情報ならバックアップされているはずです。テレサ様もその点に気づかれるでしょう。長い間潜伏されて危険を冒してまで出てきたのですから、手ぶらで帰れるはずがありません。ですからバイオリックを持ち去るときあるものを置いてきました。それはハイヘビさんの手首の内側にあった認証チップです。極東支部の裏切り者の中にはトップレベルのハッカーもブローニャ在地区さんがいます。彼女ならハイヘビさんの拠点へ行きシステムをハックして
情報を取り出そうとするかもしれません。私が残したプレゼントがあれば容易にできましょう。彼女がこの誘惑に抗えるとは思えません。裏切り者たちがハイヘビさんの拠点に入り、守りをすべて片付け、システムをハックして情報を見つけたとき手を出します。計画がうまくいけば、空の律者の行方が見つかるだけでなく、裏切り者たちも一網打尽にできます。素晴らしい推論だ。だが推論に過ぎない。テレサが君の言うように動くといいがね。ご安心ください。ハイヘビさんの拠点の近くに潜み、彼女たちが罠にかかるのをお待ちします。団長様、お茶などはいかがですか。かしこまりました。招かれざるお客様ですね。人が多いですね。鉄くずだらけで耐えられません。徹底的にお掃除させていただきたいです。ですが今の最重要事項は獲物が引っかかるのを待つことです。疲れを取るなら休息が一番です。任務完了。お待たせいたしました。ブローニャ、作戦地点。ブローニャはハイヘビの識別チップを使い、パトロール機構をダウンさせました。行動を始めましょう。ハイヘビは一体何者なの？ただの情報屋にこれだけの機構を養えるのかしら？これだけ守りを固めて一体何を守っているの？無条件射殺許可発射。目標細げえファイヤー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 。ファイヤーファイヤー。コイン回収完了。ここは比較的安全です。しばらく邪魔は入らないでしょう。ハイヘビのシステムをハックし、情報を探してみます。その間、私とメイで警戒に当たるわね。執行命令なし、ブローニャ。
警戒モードに行こう。執行命令なし。ブローニャ、警戒モードに行こう。ファイヤー、ファイヤー、発射。射撃開始。発射。目標捕捉。ファイヤー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 。照準装置。ファイヤー。ファイヤー。膨大な量のデータがあります。ハイヘビは天球史のネット上の情報を全て保存しているようです。そして驚くべきことに全く情報の整理をしていません。キアナに関する情報はあるの？あるかもしれませんが、見つけるのには数日かかります。すべて持ち去るのは不可能です。膨大な量のデータを移す方がもっと時間がかかります。他に方法はないの？情報屋が盗み取った情報を選別しないのも不思議です。これが欲しかった情報ならいざ知らず。まさか。調べてみます。ああ、やはり全てのデータが同じポートを通っています。ハイヘビは想像を超えた情報処理ツールを持っています。正確に言うとツールではなくサイボーグですが。サイボーグ？ハイヘビさんのように機械を移植した人のこと？はい。しかしこのサイボーグの改造は少し狂っています。彼女は脳のほぼ全てを改造したようです。まさか。彼女は脳を量子コンピューターと接続したことで驚異的な計算力を手に入れました。確かに天球史のネットを監視して得られた情報を選別する必要はないですね。サイボーグにしてみれば主の要求通りに情報を選別するのは一瞬で終わりますから。監視システムによれば彼女はまだこの拠点にいます。待ってください。移動を始めたようです。行くわよ。キアナを見つけられるか彼女にかかっているわ。目標発見。ファイヤー、ファイヤー。目標発見。ファイヤー、目標捕捉。ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー、目標、ファイヤー、目標、ファイヤー。体力補充完了。ファイヤー。ごめんなさい、
アタクシたちの友達を見つけるには、あなたに来てもらわないといけないの。待って、子供？お子ちゃまに答えている暇はない。保護者を連れてきなさい。情報量はいつも通りだ。お子ちゃま？あんたね、失礼ね、私は。学園長、怒っている場合じゃないですよ。分かっているわよ。でもこの子が。ごめんなさいね。ハイヘビさんが不幸に遭われたの。私たちはもともと彼と取引をする予定だった商売仲間だから、心配しないで。あなたを守りに来たの。守る？私を守っていた機構を全部壊しといて。まあ確かに守りは必要になったが、私たちは友達を探してるの。だからあなたに言ったはず。質問は有料。現金、カード、電子マネーは楽ちんだよ。私を睨まないでほしい。これは主の要求だ。ここには長時間留まれません。ブローニャが試してみます。とりあえずこれで支払いをしましょう。一緒に来てください。執行命令なし。ブローニャ、警戒モードに移行。敵全員沈黙。これより帰還。戦場のお掃除を始めさせていただきます。よっ、まだ危険。吸収ですか、メイさん。正々堂々ではありませんね。正々堂々、あなたの口から聞けるだなんて皮肉だわ。あなたたちがキアナちゃんにしたことに比べればこれくらい。わかりませんね。どうして私が来るのが分かったのですか？ハイヘビさんの拠点には侵入された痕跡がなかった。私たちが一歩先に到着したようだけど、犯人はどうして認証用のバイオリックを持ち去りながらも行動に移らないのか。可能性は二つ。犯人は手がかりが途切れたと思い帰った。もしくはハイヘビさんの電子機器を解読するだけの力がなく、漁夫の利を得ようとチャンスを待っている。私たちが見つけたバイオチップはあなたがわざと残していったものでしょ。私たちの情報を見つけやすいようにと。さすがの推理です。テレサ様はどこです？来られないのですか？もしかして探し物が見つかったからあなたに時間稼ぎをさせているのですか？時間稼ぎ？自分の力を過信しているようね。館長様、お茶などはいかがですか？今こそ風を起こす時です。今日まで来られたのはジェムの力だと思っていましたが、
ジェムがなくなってもお強いのですね。驚きました。大司教様が極東支部を気になさる理由が分かりました。どんなピンチに追い込まれてもあなたたちは予想外の一歩を踏み出してみせる。今までの私は律者の殻の中で怖がりながらもその力を頼っていた。キアナちゃんを失って初めて本当の自分がいかにちっぽけなのかが分かった。弱すぎてキアナちゃんの手を握ることもキアナちゃんを守ることもできなかった。もう隠れたりなんてしない。キアナちゃんは私が守る。疲れを取るなら休息が一番ですよ。よし、準備が来て。今こそ風を起こす時です。無意味ですよ。約束を果たす力がなければもがいてもただ悲劇を招くだけです。メイ、早く戻ってちょうだい。お茶などはいかがですか。戦場のお掃除を終えました。次のご指示をどうぞ。私の出番よ。ハイド&シーク。ね、私たちは強盗じゃないのよ。なら解放しろ。それはできないの。誘拐犯。違うわよ。あたくしたちはいい人なの。もう耐えられないわ。ブローニャ、こいつを早くなんとかして。学園長は長い間教育に携わってきたのに子供の扱いに慣れていないのですね。何が言いたいのよ。普通の女の子しか教えたことないわよ。こんな特殊ケースは初めてなの。もういいでしょ。ブローニャの方が機械得意でしょ。機械。学園長、言ってはいけないことを言いましたね。え、あなたのお名前は。機械に名前は必要ない。ごめんなさい、私が悪かったわ。謝る必要はない。私は確かに機械だ。機械は機種名とコードさえあればいい。名前は必要ない。私のことは人型ロボットと呼べばいい。あなたを改造したのはハイヘビなの？ひどいことをされたわね。ひどい？いや、主は私たちを助けてくれた。何もしていない人間の方が珍しい。この都市では
みんな体に崩壊エネルギーの濃度を制御する機械を入れる手術をしている。いつ手術を受けたの？昔のことはあまり覚えていない。私も侵食されて、頭がとても痛かった。彼らは私に選べと言った。死ぬか、それとも生きるために実験を受けるか、どちらを選べばいいか考えなくてもわかる。私は脳を切開され、壊れた部分を取り除かれて、物珍しいものを入れられた。それから頭は軽くなり、回転が速くなった。生活もまた取引だよ。生き延びたのだから、恩を返すために、私はネットに接続して、主のために情報の選別をするようになった。そうなの。あなたも4ヶ月前に起きた大崩壊の被害者だったのね。私も、友達をあの大崩壊に奪われたの。とても大切な友達なの。私は周りのみんなを守りたくてヴァルキリーになったの。守ると誓ったのに、ヴァルキリーになった私はみんなを守れなかった。キアナも守ってあげられなかった。彼女たちはお前のことを学園長と呼ぶ。お前は彼女たちの先生なのか？そんな感じよ。なんかの科目を教えたことなんてあったっけ？写真の子もお前の生徒か？彼女は迷子になったのか？そうよ。彼女は私の一番大事な生徒よ。彼女の行方を教えてくれない？私もそうしたいが、主の権限がないと情報のアウトプットはできない。悪い。そうなのね。学園長、気候の群れがこちらに向かってきています。警戒を怠らないで。早く出てきなさい。出ないと全部壊しちゃうわよ。Yeah.
用ロボットに犯罪者と判断されているからかもしれません。いいえ、機構のモデルがバラバラよ。警察用ロボットだけじゃないわね。学園長、ハイヘビさんを殺害した犯人が姿を現しました。不朽なる刃、副隊長リタロス・バイセです。リタロス・バイセ、厄介な時に面倒くさい奴に目をつけられたわね。すみません、これ以上足止めできません。いいのよ、相手はS級ヴァルキリー。あなたが無事だっただけで十分よ。手術の傷口に触らなかった？私は大丈夫です。そちらはどうですか？キアナちゃんの行方は聞き出せましたか？進展がない上に気候の群れに囲まれたわ。不可解な状況よ。すぐに戻ります。待ってください。メイ姉様の走行に異なる二つの位置信号が確認されました。対戦時につけられた追跡装置だと思われます。メイ姉様、まっすぐ戻らずに迂回をしながらリタを惑わしてください。十字架の使い道を知っているかしら。あんなら勇気ブロもきかきあやあいむかかれどち私それ感謝しさごけハイド&シーク。私の時間で誰も勝てないのよ。待機モードに行こう。そろそろ休んで。心配ないわ。
戦場のお掃除を始めさせていただきます。大司教様、裏切り者たちと接触しました。現れたのはライデン・メイさんだけです。テレサ様とブローニャ在地区さんの行方はまだ分かっていません。その程度のことは報告しなくていい。君がうまく処理できると信じている。コンピューターに残っていた彼女たちの検索履歴を調べましたが、ハイヘビさんは量子コンピューターを移植した人間を使い、ネット上のデータの選別と発掘、価値のある情報を手に入れていたようです。空の律者の行方の手がかりはその人型ロボットの脳に隠されているはずです。人と機械を融合した改造か。まさかすでに脳の量子演算まで進んでいるとは。人型ロボットは連れ戻せ。かしこまりました。いや、人型ロボットだけでは意味がない。最大限利用しないとな。それの最高権限も見つけるんだ。人型ロボットがテレサ様の手に渡り連れ戻せない時はいかがいたしますか。その時は何としても破壊しろ。敵が恐怖するものを与え、敵が欲しているものは何も残すな。かしこまりました。それと、市外で気候の群れがコントロールを失い暴走しているという情報が入った。ことを大きくするな。お任せください。すべては私の手中にあります。ならば好きなようにやるといい。必要なサポートはする。おかしいですね。メイさんが遠回りしながら移動を続けています。どうやら追跡装置のことは知られてしまったようですね。あら、気候が暴動を。偶然でしょうか。それなら手は一つだけです。疲れを取るなら休息が一番ですよ。ご安心。よっ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 。準備が勝った。ご指示をどうぞ。テレサさん、情報の取引は順調に進んでいるかね。何とも言えないわ。情報を持っている子を連れてくることはできたけど、この子が口を割るかどうかはあなたたちの腕次第ね。これも科学的な挑戦と言えるわよね。ああ、子供を拉致したのか。
違うわよ、そんなのじゃないわよ。簡単には説明できないの。とりあえず飛行船の手配を早くお願いね。わかった、すでに座標に飛行船を送った。どうかご無事で。お前たちの対話は聞こえた。学園長、悪い。私は一緒に行かない。私たちはただあなたから重要な情報をもらいたいだけなの。あなたを傷つけるつもりはないのよ。道具を傷つけることはできないよ。道具は痛みを感じないのだから。主の命令がなければ道具はどこにも行かない。でもハイヘビは死んだのよ。主が死んだとしてもこの都市は世界で一番安全な場所だ。崩壊を前に絶対に安全な都市なんて存在しないわ。キアナが見つかれば大崩壊を終わらせられるのよ。大崩壊を終わらせる。ネット上には数えきれないほどの情報がある。全ては人類が残した記録であり、それらは無数で私の脳の中を流れていく。崩壊はいつ終わるのか、私も自分に聞いたことがある。選別、分析、演算。見えない未来に価値はない。人類がすることに全く意味がないのと同じ。最後は崩壊に飲まれるのだ。そうかしら。たとえ私たちのすることに意味がなくても、キアナを見つけても大崩壊を終わらせられなくても、それでもキアナを家に連れて帰って一緒に世界の最後を迎えるわ。キアナを連れて帰る、それ自体に意味があるんだから。悪い学園長、お前には理解できないだろうけど、私は天球史から離れられないのだ。私が呼んだ。もし本当に私が必要なら、それなら装甲たちから私を守ってみるといい。学園長、人型ロボットがこの都市のネットに接続している全ての機構を乗っ取りました。機構に自分を破壊させる気です。やめなさい。もう時間がありません。これだけ大ごとになればリタに感づかれます。ブローニャが彼女の最高権限を取得して信号を切断してみます。ハイヘビのチップがあればできるはずです。わかったわ。メイを呼び戻すわね。始めてちょうだい。ここでギャンブルちゃんどうかな。
ってくれているの？セシリア。権限にはもう一つバイオ認証が必要です。お邪魔してすみません。お子様のお世話でしたらやはりメイドが適任かと。リタ・ロスバイス、戦場のお掃除を始めさせていただきます。お探しのものはこれでしょうか？それはハイヘビのバイオニックアイ。最高権限認証完了。リタロスバイス、最高権限をいただきます。命令します。データアップロード、全セルフデストラクト。やめなさい。私が守るわ。つまんない。
定簡単だったわね。心配して損しちゃった。リタ・ロスバイセ、報告します。大主教様、情報をアップロードしました。無事、任務完了です。飛行船を派遣していただき、ありがとうございました。人型ロボットが壊れてしまったのは残念だが、少なくとも君は最重要任務を完了した。まずまずだ。任務上必要であれば天命を邪魔するものは全てお掃除させていただきます。それでいい。失礼いたします。人には二つの手があります。一つは奪うために、一つは与えるためにあるのです。第2位、エリシア。見ての通り、花のように美しい少女よ。人類、私に祈るがいい。ピンク、ほら、いつでもだ。